さと懐かしく振り向く日があるのさ。少女だったといつの日か出発して、4時間かけてこの栃木まで来たんですが、この快晴に恵まれて、このたくさんのお客さんに聞いていただき、とても楽しく今演奏させていただいています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ後ろのお客さんもぜひ前に来て、そうですね、聞いていただけると嬉しいです。ぜひお願いします。前の方に、空いているのでぜひ前の方で聞いていただければと思います。はい。で、先ほどね、紹介いただいたんですが、今日はちょっとこう聞き馴染みのある曲っていうのを、ちょっと3曲ほど用意してきて、一番最初にお送りしたのは、一番最初にお送りしたのは、
の思い出がいっぱい、思い出がいっぱいですね。で、2曲目にお送りしたのが平井堅さんの瞳を閉じてという曲でした。これもね、瞳を閉じても、ね、平井堅さんの中では有名な曲なんですが、はい、意外ともう結構難しい曲なので、久しぶりに聴いたという方も多かったのではないでしょうか。で、最後に、お送りする曲も、皆さんどこか絶対に聞きなじみのある、聞いたことのある曲となっておりますので、ぜひ口ずさみながら、手拍子もしていただきながら聴いていただければと思います、はい、最後まで、楽しんでいただければと思います。それでは、最後最後のお送りする曲はデイドリームビリーバー。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴ってもそういつも彼女と暮らしてきた。Yeah.